平和の聖母礼拝堂は、日本人画家の藤田つぐじが、GH マムの社長で大父でもある友人、ルネラルーと共に、丸抜けんランスの GH マム社の敷地内に建てた、ロマネスク様式の礼拝堂である。壁画、ステンドグラスなどを含み、藤田がすべて設計した。藤田礼拝堂には、藤田と君よ夫人の遺骨が埋葬されている。 平和の聖母礼拝堂エコールとパリの画家として知られる藤田つぐは1955年にフランス国籍を取得した。1959年6月18日、藤田は GH マムの社長で友人のルネラルーと共にランスのサンレミ聖堂を訪れた。中世初期のキリスト教の聖職者でランス司教であった聖レミニウスは フランク王クロビス一世のカトリック回収のための洗礼を施した聖人であり、フランスの守護聖人である。藤田は聖レミギウスの墓の近くの聖母マリアにろうそくを捧げ、キリスト教徒になる決意をした。聖職者らは藤田に離婚歴があり、波乱万丈の人生を送ったにもかかわらず、彼の希望を受け入れた。1959年10月14日、藤田は、 君ヨ夫人と共に、ランスのノートルダム大聖堂で、カトリックの洗礼を受けた。藤田は、イタリアのルネサンス期を代表する、芸術家、レオナルド・ダ・ヴィンチェのオマージュとして、レオナールという洗礼名を選んだ。君ヨ夫人の洗礼名は、マリーイコールアンジュである。洗礼式はメディアで、大々的に報じられた。藤田はこれを記念して、聖母子像を描き、ランス史教に捧げ、 さらに、ランス美術館に寄贈したがあり、1999年に、君よ夫人から寄贈された1958から59年の、メカニカルエイジや R 時に子供を題材にして1965から67年に、制作されたガラスのペイントや陶器などの藤田の珍しい作品が展示されている。藤田はさらに、ランス市へのオマージュとして礼拝堂を建てることにした。 友人のルネラルーはこのために GH マム社の敷地と資金を提供した。藤田は早速この人生最後の大仕事に取り掛かり、完成した時には80歳だった。礼拝堂は平和の聖母礼拝堂と命名され、1966年10月1日に貢献され、10月18日にランス市に引き渡された。正式名称は平和の聖母礼拝堂だが、通常、 富士田礼拝堂と呼ばれている。富士田は礼拝堂の設計だけでなく、壁画、ステンドグラス、金属装飾、彫刻、庭などのすべてを設計し、建築家はモーリス・クロジエ、ステンドグラスはシャルル・マルク、金属装飾と彫刻はマクシム・シケとアンドレ兄弟が制作した。富士田の壁画はフレスコ画で、キリストの生涯が描かれているが、同時にまた、 藤田自身にとってのキリスト教を描いたものとなっており、さらに、デューラー、ダヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロと思われる人物やキミ与夫人、ルネ・ラルーなども描かれている。藤田は1968年に死去し、藤田礼拝堂に埋葬された。2009年に死去したキミ与夫人の遺骨も、彼女の遺言によりこの礼拝堂に埋葬されている。1992年6月8日、 藤田礼拝堂は歴史的記念物に指定された。ABC ドシエデプレスマーズ2010藤田モニュメンタルアンフェアイパラディー2010年にランス美術館で藤田つぐじ会古典が開催された際に藤田財団が作成2018年8月8日閲覧 AB 藤田デフラスックスオフレスック ラクロワ、は一瞬0242から6056、https、www. ラクロワドットコム、アーカイブス、1995年10月14日、フジタデフラスックスオフレスク NP-1995 から10から14から398726に2018年8月8日閲覧。イナドット .fr、アンスティチュー。 ナショナルデールオーディオビジュール。レバプテムで藤田。今 .fr。2018年8月8日閲覧。AB。パリから45分。藤田つぐの第二の故郷ランスへ。特集パリ MADAMEFIGARO.jp。MADAMEFIGARO.jp。 https://madamefigaro.jp:/pary:/feature:/170724-foujiita.html2018 年8月8日閲覧。モニュメンツイストリック、チャペルノートルダムデラペイ。平和の聖母礼拝堂の歴史的記念物登録に関する情報。 2018年8月8日閲覧。ありがとうございます。